はい、皆さん、こんにちは。あやのです。YouTube を今日も見てくださってありがとうございます、えー。今日はお待たせいたしました。ですね。やっと告知ができます。えー、月誌の日、6月21日に、えー、遠隔ヒーリングを行うことになりましたので、えー、お知らせですね。お待たせしておりました。 えとまた具体的なことは概要欄にも、えー、書きますけれども、えー、6月21日の、えー、日曜日午後の3時半から4時まで約30分ぐらいですね、えー、遠隔ヒーリングということを行ってまいります。 はい、今回のテーマは、羽ばたくです <laughs>、うんえーと。何からね、話したらいいかなと思っているんですけど、うん、と今回ね、えーと、何のエネルギーをこう、えー、使ってとか、放ってその遠隔ヒーリングとしていくかっていうことなんですけど、 前回の動画かな,なんか最近の動画で、まあ、私がレムリアの時に転生していたあの記憶というかねそのエピソードをお話ししましたけれども、うん、私がその守っていたそのレムリアの,この核のねになっていたクリスタルのエネルギーを、えー、下ろしていきたいと思いますでそのエネルギーを使った遠隔ヒーリングでそしてテーマは、えー、羽ばたく、まあ、三次元的な、えー、制約から自由になっていくというものなんですけれども あのー、なんでで、ね、こうなかなかこううまくお話しできなかったかっていうといや実はテキストとかすごい頑張って作ったり説明のこう動画とか撮ってたんですけどうまくねうんとまとめられなくてっていうのは2つの流れが同時にあるからなんですね。うん まず一つはその、えー、と私がやってい、えー、くことになったとっいうか、うんうん、そのレムリアっの、えー、とクリスタルアクティベーションということなんですけれども、うんえーそれ の流れと、皆さんと共に遠隔ヒーリングということで、この三次元的なところからもっと自由になっていくっていう二つのテーマが、今回合致したので、同じタイミングで同じエネルギーを使って相乗効果をもたらしてくれるということになったんですけど、うん、とまずじゃあ、うん、とそうだな、うんえ、クリスタルアクティベーションの方からのお話なんですけれども、えっ、ー、と、その私が、えっ、ー、とね、 うんとエネルギーを下ろすそのレムリアの核になっていた時の,、ね、そのクリスタルというのはもう地球上には存在していません。 はい、周波数が変わって別の次元というか宇宙空間にエネルギーとして存在していますて、えー、どういうわけか私がまあそれを知ってこのタイミングで、うん、とそれを地上に私を返してエネルギーを放っていくことによって地球にある、ね、レムリアのクリスタルとかあとまだ、ね、ち地球の,その地上の中に、ね、眠ったままのクリスタルがあるんですけどそこに、ねえー、とその周波数がこう届いていくことによって でえクリスタルたちがね、目覚めていって、まあ元気に活性化していくってことなんですけど、そして地球と共に、えっ、ー、と、えー、まあアセンションってことなんですけどね、まあその変化をね、後押ししていくっていう流れなんです。はい。えー、それと、 うん、あそ,うそ,うそれがですね、私がやりたいっていうタイミングとちょっと違うっていうか、うん、地球のそのバランスであったりとか、クリスタルたちの、うん、変,変化の状態っていうか、うまいこと伝えられないんですけど、とにかくそ,れをそのエネルギーを下ろすっていうことは、私の一存では決められないタイミングなんですね。で、えー、いろんな宇宙的なバランスとか、うん、そういう気が満ちたね、叱るべき時に、け まあ降りてくるそうなんです。だなので、うんといつ次降ろすかわからないし、うーんそのなんだろうな、せっかく降ろすタイミングでそのエネルギーというものをぜひこの一緒に地上にいる皆さんにもお届けしたいっていう思いがあったんです。なので遠隔ヒーリングは、えっ、ー、とそのねエネルギーを使って。 クリスタルアクティベーションのねエネルギーを使って今回「夏至」っていうスペシャルタイミングでやりたいと思ったんですけれどもたと思ったんですよでもなんか「ついいいで感ないかななかみたいな <laughs> 特別なタイミングでさ降ろせるからよかったらどうぞ」的な私そんなインスタントなもの、うん、を人に届けるのかしらと思って「うーん」って考えてたら。 いわゆるその、うん、とレムリアのそのクリスタルのバイブレーションっていうのは、まあクリスタルたちにとってはアクティベーションだけど、それを実際共にあるね、私たちは受けていくってどういうことなんだろうと思ったら、やっぱり、羽ばたくっていうキーワードが出てきたんです。なんでかっていうと、うんと、例えばどんなにこうなんだろうな、いろんな宇宙的な視野を持ったりとか、いろんなことを経験して自由になっていって、 だとしてもまあ所詮この肉体がねいきなりなくなるわけではないので三次元のこの地上での暮らしは継続されていくんですけれどもでもそこの三次元で生きてるからっていうような認識っていうのはあくまでもこっちが作ってたりするんですよねどういうことかっていうと自分の考えとかあとは思いとかね感情って形になってないじゃないですかうん。 純粋なこのエネルギーとしてはね。ってことは、あもう三次元ってとらわれなくていいんだって思ったんですよ。例えばこんなふうに考える、こんなことをやりたい、私はこんなふうに感じてる、でもだってっていうところの制限っていうのはやっぱ三次的な、三次元的な思考だったり、うん、例えば約束だったり、常識だったり、ルールだったりすると思うんだけど、そういうのね、あ外していいんだと思ったんですよ。 ってことは自分のその思考やね、うん、という感情っていうものを味わったり、それをクリエーションする一番最初の大元のさ、そのソース、自分から湧き上がってくるものがもう三次元の制約を軽々超えて羽ばたいていったら、現実、物質を通してでももう本当に自由になれるんだと思ったんです。それが、大きな大きな、うんと、 枠組みで言うと地球がアセンションしていくことも私たちがより豊かになって自由になって、うん、ともっと宇宙的な感覚を持っていくことにもあつながるんだと思ったんですよね。 で、そういったことで自分の中でうまく納得したので、遠隔ヒーリングという形で、地上にいる皆さんにもそれを同時に受けて、受け取っていただきたいし、えー、地球ですね、マザースとか、この天の川に対しても私が、えー、できるタイミングが来ている、それをそのまま素直に、えー、クリスタルアクティベーションという形でやっているっていう、この二つの流れが私の中で一つになりました。 ということで行うんですけど、これ、文章にできないわけ。で、書いても、あ、違う、こうじゃなくて、えっと、こっちに行ってくる、いやいや、こうなんだよ、みたいなことをずっとやってました。なので、この動画を、えー 概要欄に貼ったりしたいと思います。そしてもう一つ、えー、どのタイミングで受付を開始するかということなんです。あの、お待ちいただいていらっしゃる方がいるのは本当にあの幸せなことだと思っていますが、えー 私この通りホームページ更新できませんので、サポートしてくれているバーサウンドのメンバーがいますが、うんえー、その方の自由もありますので、えー、ワンツーで今すぐその情報をえ公開して受付開始できないんですね。あと1日、1日2日以内には、 ホームページでお申し込みのフォームが、えー、出来上がると思います。一番最初にそれができたよ受付開始しますっていうのはおそらく Twitter だと思います。えー、あとはまあホームページをちょこちょこ確認していただくかっていう感じですかね。まあでもいつも通りあのオンライン決算ですので、まあ、直前でもね、お申し込みできますから はい。えー、そうですね。どんな方に参加していただきたいという私の、えー、希望は全くないです。この話を聞いてなんか、ああって、なんかドキドキするっていうのも素敵なことだし、 うん。レムリアっていうなんかキーワード自体が気になるとかさ、まあ、レムリアに転生した記憶がもうすでにある方とか、あとはもうお手元にね、あのクリ、レムリアンクリスタルをお,お持ちの方とかもすごいご縁があるかもしれないし、あとはですね、うん。なんか自分がこの先、うんと、こう、なんかこう変わっていくんだけど、うんと、いまいちこう、うんと、ビジョンが持てないとか、うんと、何かこう引っかかってるなっていうのは、やっぱり三次元的な、 今までのパターンだと思うので、うん、そういうのを本当えっ、ー、と外してね 羽ばたきたいっていうね、あ、自分にこんな翼があって、どこまでも自由にこう、広げたらこんな大きいんだ、みたいな、わかんないですけど、<laughs> 私はそういうイメージでいるんですけど、うん、それをね、こう、ぎゅーっと縮こまってないでもう、うわーってこう、開いてね、うん、好きなところに飛んでいきたいっていうようなさ、イメージが、あ、なんとなくわかるっていうような方とかにもね、うん、受けていただけたらいいかなと思います。そして、 <laughs> 私が見えてるビジョンっていうのはそのこのクリスタルアクティベーションのエネルギーを下ろすことによって、えー、地上に,地上に、ねえー、あるクリスタルとか眠ってるクリスタルたちがどんどん元気になっていくことと私たち自体も本当に、えー、とこう活性化されていくことでやっぱり相乗効果なんだなって思いました。 プラマイゼロなんですよね。一緒にやっぱりシフトアップしていくっていうのが、えー、キーポイントだと思います。で、一つだけ、うんと、誤解のないようにお伝えしたいのは、すでにね、えっ、ー、と、レムリアンクリスタルのリーディングできる方とか、まあ、その、えー、ヒーリングのエネルギーを受け取ってる方って、それは本当に真実だと思います。ただ、えっ、ー、と、私が感じているのは、そこにレコードされている情報とかエネルギーって、もっともっとたくさんある。で、本当に、えっ、ー、と、 眠ったままままのクリスタルもまだまだあるんですよねなので,でそういったものと、うん、ともにより新しい、ね、世界観でこう、うん、活性化していくっていうことを、まあ、これからやっていくようですので、まあ、1回目ですよね次本当にいつそれをでやるタイミングが来るかわからないので。 よかったたたららご参加いただけたらいいいだけなと思います。ではお申し込み受付まですみませんがもう少々お待ちください。最後まで見てくださってありがとうございます。